寒い。こんばんは。そう、ここも爪折れた、見て。ここ両方とも、あとこっち、こっちマジでやばい。あ、真っ赤っか真っ赤っか、マジでもう赤い、グロいです。ちょっとそう、もう3本ダメです今私の手は。最悪、マジで痛い、どうしよう明日ってぐらい。マイク持てないかもなんかさ、爪がないだけでさ、手に力が入んなくて、なんか開けようと思っても開けれないしさ、なんかできないんだよね。不自由すぎ、生活が。マジで痛いの、しみるし。でなんかその絆創膏貼ってたんだけど、やっぱなんかあんま貼らない方がいいよって言われて、そう、それで貼らないでおこうと思ったけど、なんかその外の空気に触れさせておいた方がなんか早く治るみたいな聞いたから、あ、そうなんだと思って、そう、つけてないんだけど。逆にそのさ、あのその風が、その痛くて、爪にの傷が、そう、めっちゃ痛くて、もう風が吹くと爪が痛くなる。もうだからどうしようもなくて、今もう大変、私の爪。そう、なんか手洗うのだけでも痛いしさ、もう本当に早く、早くって感じいやでもこのなんかネイル予約したんだけど、このままじゃ逆に帰れるんかなと思って、ほんとボロボロすぎてやばいの、マジで本当に痛い。なんかタンパク質が足りてないらしくて、爪がこうパキパキってなっちゃうの。そう、だからプロテイン飲もうかなと思って。そう、本当にね、やばい、痛いです。こんばんは。明日アンダー出演のサラちゃんのチーム S で憧れの先輩ゆずちゃん。嘘、私初めてかも、憧れの先輩って名前出してくれたの。本当にそれ、サラちゃん勝手にサラちゃんとか言っちゃって、ありがとう嬉しい。今日もリハだったんですよ、明日24日。そう、さらちゃん初アンダー、あれ何歳の子ですか。17歳か。なんかさ、めっちゃ可愛いなと思ったのがさ、なんかそのビブス着てるじゃん、研究生の子たちって。なんかその私の時は書いてなかったんだけど、なんか年齢が書かれてて、かっこ何歳みたいな、そう、カッコ16って書いてあったけど、ピッピッって消してカッコ17って書いてあった。かわいいカッコ17歳らしい。いやー、いいね、なんかそういうところがかわいいなと思いました。今日嬉しい、すごい髪の毛サラサラだなと思った、今日見てて。すごいね、なんかまだ劇場デビューしてないのに、もうだって明日アンダーデビューなんでしょ、やばくないすごすぎるよ本当に。10月31日のハロウィン生まれ、あー、なるほど、あ、じゃあ10月生まれ一緒だ、嬉しい。10月生まれ私とほののさんしかいなかったから増えてるやん、嬉しい。こんばんは。本当かって感じだけどね、ちょっと嬉しいね、サラちゃん。すごいなんか珍しい字だよね、あのラっていう字が、すごい素敵な字、かわいい。ギフトありがとう、ありがとう
でもなんかあれよね、スタイルいいよね、すごい今時の感じだなって思う。ギフトありがとう。こんばんは。寒いね。今日はね、もうクリスマスケーキ食べたんですよね。美味しかった。お腹いっぱいです。だから。今日はなんだっけ、あ、なんかめっちゃ好きな味噌煮込みうどんが美味しいお店があって、そこにほんとなんかめっちゃ好きなんだけどずっと行けてなくて、ほんとなんか1年以上ぶりに食べに行きました。味噌煮込みうどんとネギトロ丼食べた。すごくない？何ケーキが好きですか？チーズケーキが好きです。チーズケーキが好きです。あんまり生クリーム丼みたいなケーキが好きじゃなくて、でなんかフルーツもあんまり好きじゃないので、チーズケーキが好き。こんばんは。チーズケーキめっちゃ好きなんだよね。めっちゃ食べちゃう。そう、もうなんかタルトとかだとさ、フルーツいっぱいみたいな感じじゃん。いや、なんか食べれないフルーツの方がまあ少ないっちゃ少ないかなって感じだから、うんって感じだけど、でもあんまりかなって感じ。チーズケーキが一番好きです。なんかチョコレートケーキもなんか不意にめっちゃ食べたくなるけど半分でいいやって感じ。半分でいいかなって感じ。あんまり甘すぎるの好きじゃない。リフトありがとうございます。こんばんは。チーズケーキ好きだけど最近食べてなくて、でもこの間ね、あゆかぴょんと食べました。チーズケーキ一緒に食べた。こんばんは。さきさんフルーツ苦手って、あー、そう、さきさんもフルーツ苦手って聞いたことある。そう、なんかフルーツってさ、みんな好きじゃない？そうでもないかな。なんかみんなさ、フルーツ好きやん、人間って。私でもそうでもないから、いや、なんかわかる、好きは好きなんだけど、なんか好きな食べ物なんですかって言われてフルーツとは言えないかなって。ギフトありがとう。そう、フルーツね、あんまなんだよな。あれ、フルーツ苦手意外といる？そう、でも食べれるのはめっちゃあるよ、ちゃんとあるよ。けど食べれないものもあるみたいな感じ。
女の子ってみんなフルーツ好きじゃない？そう、だからついていけないんだよね。バナナが苦手。もう本当にわかる。私も苦手。マンゴーもなんかダメで、あとはね、何か、でももう結構だいぶ食べれるようになったんだけどね。結構前はね、食わず嫌いとかで、そう、食べれなかったんですけど、最近は結構頑張って食べてるって感じ。桃とか超美味しい。あー、桃か、気分で食べたくなるな。なんかゼリーとかに入ってるやつは好きだけど、なんかそのまんまスタイルはダメかもしれん。トロピカルなフルーツがダメなのかな。初めて言われた、トロピカルなフルーツ。確かにトロピカルなフルーツダメかもしれないわ。でもあれはいけます。パイナップルは好きです。よくコンビニでさ売ってるやつたまに食べます。おもろいな、トロピカルなフルーツか。確かにトロピカルダメだわ、言われてみれば。あ、でもキウイも、そう、セブンのあのこういう袋に入ってるやつ、あれめっちゃ好き。スイカとメロンが苦手。え、ゆずも無理だよ、食べれない、スイカとメロン。けどキュウリは好き。スイカはね、なんかダメ。味は好きなんだけど、なんか食感があんまり好きじゃないかもって感じ。ただ味は好きだから味は感じたいけど、かといってなんかジュースにしてみましたとかもダメだなって感じだな。メロンは無理です、生理的に受け付けないかも。結構もうダメ。マスカットはトロピカル、いや、ノートロピカルです。マスカットはちゃんとした、私の一番好きなフルーツです。マスカットは、マスカット大好き。そう、家にあるんだ今。ねえ、そう、メロン苦手なんよ、食べれん。メロンソーダ大好きだよ。メロンソーダ大好きだけど、メロンソーダ、メロンソーダ大好きだけど、そう、メロンは食べれんけど、メロンの食べ放題は行ったことあります。苦手な割に結構頑張って食べた気がする。メロンソーダマジで美味しくない？大好きなんだけど。けど最近さ、なんかめっちゃ昔の事務所には売ってたんですよ、自販機でメロンソーダ。よく買ってました。今はもう泣き、メロンソーダ悲しい。メロンパンも好きです。メロンパンめっちゃ好きって言ったら、ママが絶対買ってくる、パン屋さん行くと。でも私しょっぱい系のパンの方が好きなんだよね。っていうのはママ知らないから、一生メロンパンが私のさ、ダイニングテーブルの上にさ置いてある。ゆずちゃん、ヤッホーヤッホー。そう、メロンパン、メロンパンは好きだよ。でも美味しくない？メロンソーダ見るからに体に悪そうなのが逆に。もう本当にさ、私メロンソーダめっちゃ好きでさ、映画館とかメロンソーダ飲みがちなんですけど、たまに家で飲んでると、うわ毒だって言われる、たけしに。まあ、ほかっとくんですけどね、別にノーコメントって感じで。そう、うわ毒だって言われる。毒じゃないし、ちゃんと美味しい飲み物なのに、なんかそういうさ、人が嫌がるようなことを言ってくる。そういうこと言ってくる。
でもいつの間にかなんか炭酸ジュースとか飲まなくなっちゃいました。最近はもうカフェラテとかが好きです。最近はココアにハマってます。カフェラテが好きです。お茶が一番おいしい。私ももうその口になりたいな。なんかお茶とか水大好きみたいな人になりたいけど無理そうだわ。なんか味がついてる飲み物好きすぎて一生水好きになれないし、お茶もなんか必要以上に飲まなくなっちゃった。アイスカフェラテ大好きです。ウーロン茶よく飲む。あ、私のうちもウーロン茶だわ。ウーロン茶か緑茶だな。今はウーロン茶の時期ですね。コーヒーはよく飲む。ブラックは飲めないんだけど、牛乳入ってれば毎日飲みたいですね。毎日カフェイン取りたい。じゃないともうダメな体になってる。どこかしらで飲みます。朝でも昼でも夜でも。まあ、でもカフェラテが飲みたいっていうよりも氷が食べたいみたいな思考になっちゃってるので、氷食べてるけど、でも飲み物自体も好きですよ、とっても。ただブラックは飲めないけど、ちょっと飲めるようになりたいなって感じです。こんばんは。痛い、爪が痛いよ、もう最悪、本当にマジで痛い。でもなんか切り傷とかさ、擦り傷とかなんかしみる感じって癖にならない？なんかめっちゃ痛いのにさ、そう、めっちゃ癖になる痛さって感じ。めっちゃ痛いの分かってんのに自分で痛めつけようとしてる体を。え、分かる？めっちゃさ、怪我とかした時にさ、こう歩く、なんかなんていうの、つけ、なんかさ、なんていうの、なんかつけるじゃん、消毒みたいな。あれめっちゃ「うえ」ってね、やりながら思っちゃう「おお」みたいな。 そう、昨日さ、お風呂入ってる時にこう中指が折れたんですよ。でここはでももうなんかだいぶもうやばいなと思ってたんですよ、ずっと。なんか亀裂とかは入ってなかったんだけど、もともとここの爪が弱くて。こことここが、そう、だからここはもうまあ仕方がないなと思ってあれだったんだけど、こっちの親指、ほら見て赤い、そう、こっちの親指がなんかもう結構ぐさって、なんかもう亀裂が入ってたので、真ん中ぐらいまで爪の。いやでもこうなったらもう自分で取っちゃうしかなくない？と思ってこうやってやったの。 爪を自分で。もうういってやったんだけど、そしたら思った以上に血がもうドバドバドバみたいななっちゃって、ずっとこう水でこう濡らしてたんですけど、そう、もうそれがもう痛いんだけど、すごいなんかいいなって感じ。 そう、自分で取った、めっちゃこれぐらい大きかった爪が、めっちゃ痛かったけど。でもなんかもう逆にさ、爪が剥がれそうになりながらヒヤヒヤしながら生活するよりも、一回さ
こう切っちゃった方がいいなと思って、そうだから切っちゃいました。私でももともとネイルする前すごい爪がめっちゃ短い人で、なんか長くできなかったんですよ、ま、なんかもううずうずしちゃってすぐ切っちゃう人だったから、そうなんか懐かしい、この短い感じが懐かしく感じます。エモいエモいです。そう深爪派です。深爪派ってあれおかしいけど、そうまあ短い派だった爪は。そうなんか短い感覚がちょっとエモくて素敵ですね。ただ生活しづらくてちょっと大変だけど、まあいつかどうせ伸びるでしょ爪って、だからまあいっかと思ってまあいっかと思って、もう時間の問題って思って我慢しようと思います。シールとか剥がすの大変そう。もう本当にめっちゃね、マジで何もかもがやりづらい最近。力が入んないんだよね。こんな爪、こんな爪がないだけでさ、こんな力入んないんだと思って、手にすごいなんか爪って偉大なものなんだと思って、すごくねびっくりしました。びっくりしました。また明日ね。ありがとう。明日公園で会おうね。もうでも46分だね。早い。55分になったら終わろうかな。明日はね、もう年内最後の公演だよ。早いね。ほんと、あっという間すぎて今年。やばいよ。早すぎるよ。妹の部屋が騒がしかった。ギフトありがとう。年内最後のチームエースを焼き付けてください。目によろしく。楽しみましょう明日は。まあでもあれですよね、前回が中止になっちゃったのもあるから、だいぶ久しぶりになっちゃったけど、だって12月の7日ぶりとかですよね多分やるの。やばいね、2週間以上経ってるやん。いい、すごいな。こんばんは。次ズバ見えるの大晦日。お、大晦日はそうです。明日は劇場公演が最後なんですけど、
31日にそうトークイベントが、私はもうアンダー20じゃないので、悲しいことに大人組に混ざってトークしてきます。早生まれだったらね、ちょっと公演できたんですけど、早生まれじゃないからね、10月生まれだからちょっともう二十歳っていうことなので、おしゃべりメンバーです。リフトありがとう。一番若い大人組、まあそうですね、そうよ、一番若い大人組です。成人のイベント行きたかったけど行けなそう。なんで行けなさそうなの？そう、成人イベントもあるから、明日までだよ応募、みんな明日の23時59分までね、ちゃんと応募するんだみんな。私たちの成人した姿をちゃんと見届けて、劇場で。いや、いよいよ私が成人かって感じですけど、もう本当にやばいね、毎日思ってる、もうやばすぎ、本当に私成人するのっていう、もう実感がなさすぎるんだけど、怖いよ。やばいね、ちょっと自分が振り袖着てる姿もなんか想像できない想像できない。こんばんは。前撮り的なの、前撮りとか後撮りとかは今のところする予定ないですね。まあそこまでなんか、そのもしかしたら一般の女の子だったらしてたかもしれないけど、まあ一応こういう職業してるから、まあ別にそこまでなんかアルバムとかにせんでもなって思ってする予定はなしです、今んとこ。そう、でも先輩とかなんか同期とかに聞いても別にやってないってみんな言ってたから、じゃあいっかと思ってそう、じゃあいっかと思って、だからそんななんかさ、すごい安く済むものでもないじゃん、その前撮りとか後撮りとかって結構な値段するって聞くから、そこまでしてなんかうーんって感じだなと思って、そうと思って、じゃあいっかって思ってする予定はないです、今んとこ。わかんない、めっちゃ気が変わってやっぱやるって言って後取りしてるかもしれないけど、いやー多分しないだろうな。寒いな。お仕事で振り袖着たことない。お仕事ではないな。
なんか浴衣みたいなのはあるけど振り袖はないですね。振り袖でもすごい試着した時も思ったけど本当に可愛いよね。豪華で素敵、楽しみです。なんだかんだ成人式っていうイベント毎一生に一回しかないから存分に楽しもうかなっていう気持ちです。ただ信じられない、ただそれだけですね本当に。いやでも嬉しいです本当に。なんか13歳とかからこのグループにいて振り袖の着た姿見てもらえるのが率直に嬉しいです。ギフトありがとう。ただまだ髪型をね決めてないんだ。それがねちょっとね悩みどころですね。あ、時間だった。55分だ。そろそろ終わりますね今日も。ありがとうみんな。また明日会いましょう。ありがとうございました。また明日の配信で会いましょう。明日はクリスマス公演見てください。ありがとう。またね。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみ。ありがとう。またね。